張り切ってるな。リン、見といて、私成功するから。こいつ前も同じようなこと言ってたような。えほ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 。はあ、筋トレだるいわ。勉強もブログ書くのも続かないし、私本当に世界一の怠け者かも。はあ、続いてるのはお菓子を食べることだけだ。はん、三日坊主だな。あの決意は何だったんだよ。まあモチベーションが上がったらまたやるよ。そんなこと言ってたら一生何も続けられないぞ。そもそもモチベーションに頼った時点でアウトだ。え、なんで？モチベーションってつまりその日の気持ちだろ。うん。毎日筋トレして勉強したい気持ちなんて保てるわけないだろ。確かに。いいか、何かを続けるにはモチベーションに頼ったらいけないんだ。モチベーションに頼らないか。じゃあ何に頼ればいいの？は、とりあえず食うのやめろよ。行動したいという自分の意志だ。はい、それが弱いから困ってるんだよ。みんな意志は弱い。お前だけじゃない。そこでとっておきの方法がある。何？小さすぎて失敗しようがない行動から始めることだ。どういうこと？例えば、腹筋なら1日1回だけすればいい。1日1回？そうだ。勉強なら1日1分だけ勉強するんだ。ブログなら1日1行書くだけでいい。1回なんてそんなの意味ないでしょ？いいからやってみろよ、腹筋1回。どんな優れたトレーニング方法も3日坊主でやめてしまえば何の効果ももたらさないんだからさ。確かに。えほ、これでいいの？オッケー、それでいい。どうだ、続けられそうか？うん、これならできるけど。そもそもいきなり毎日腹筋100回とか初心者がエベレストに登るようなもんだ。100回やろうと思うと辛くて1回もやらないのが今までのお前だ。あれからどうだ？うん、続いてるよ。毎日1回だけだし。って言っても、ついでだから1日20回ぐらい腹筋する日もあるけどね。そうか、いい感じだな。どうだ？少しだけ自信がついてきたような気がする。毎日たった1回腹筋してるだけなんだけどね。1日に1回の腹筋でも、自分の意志で毎日続けられれば、人は自信を持つことができるんだ。逆に1日に100回の腹筋が続けられないと、人は自信を失ってしまう。なんて自分はダメなんだってな。それ完全に私じゃん。ああ、あの1回の腹筋がなければ、20回も腹筋をする自分はいなかったはずだ。確かに、そうだね。どんな大きい成功もそこへ向かう小さな一歩があるんだ。無理しなくてもいいから、そのまま1日1回だけ腹筋を2ヶ月続けてみろ。うん、わかった。えほえほえほ。ふぅ、筋トレ続いてるじゃないか。ああ、うん、あれから毎日1回だけやるようにしてるんだけど、おまけで40回くらいやっちゃうんだよね。そうか、完全に習慣になったな。習慣？ああ、ここまで続けられれば、歯磨きとか朝シャワーを浴びるみたいにやらないと気持ちが悪くなる。確かに最近は筋トレやってない日は気持ち悪いもん。そうだろう。雪だるまだって小さい玉が少しずつ少しずつ転がって大きくなっていくわけで、何かを続けようと思うなら、まずは本当に小さいことから始めるべきなんだ。よし、それでは今日は継続力をつけるために、スティーブン・ガイズ先生の小さな習慣という本を解説してやろう。リン先生、俺はどうすれば何かを継続することができるんですか？いつもすごくやる気になって大きな目標を立てるんですが、次の日にはまたいつも通りのたるんだ日常に戻ってるんです。まずは1回だけやることだ。1回？そんなんじゃ人生変わりませんよ。ふざけないでください。話を聞け。お前は30分も筋トレをしなきゃいけないと思うから1回もできないんだろう。え、まあ老師はこう言っている。千里の道も一歩からと。おお、腹筋を続けたいのなら腹筋を1回だけやってみろ。それもジムではなく家で。家？はあ、わざわざ服の着替えを持ってジムに行くの、ハードルが高いだろう。そこで折れるかもしれない。家でパジャマでもいい。今すぐ腹筋1回だけやってみるならクリアできるんじゃないか。え、まあそうですね。勉強なら1問だけやってみろ。たった1問か。あのな、1回と0回では天と地くらいの差だぞ。どんなに大きな成功もそこへ向かう最初の一歩があるんだ。次に習慣のハードルは低い方がいいだ。
習慣にするには歯磨きや洗顔みたいにとにかく毎日続けなければならない。例えば夜になってベッドに寝そべりながら自分が毎日習慣にしていた筋トレができていないことに気づいたとしよう。はい。その時もし筋トレ30分を毎日の習慣にしていたら、めんどくさくておそらくそこでその習慣をやめてしまうだろう。もういいやとか、めんどくさい、明日やるとか言い始める。そうですね。その日から勉強や筋トレをすることをやめてしまうはずだ。結局習慣にならなくて今まで通りに元通りだ。よくあります。もしたった1回の腕立て伏せを習慣にしていればどうだろう。夜疲れてベッドに横たわりながらでも1回だけ腕立て伏せを続けることができるんじゃないか。そうですね。それと同じで、まずは小さな目標を毎日クリアすること。今日も課題をクリアしたと思って眠りにつくことが習慣を作るためにとても重要なんだ。小さな行動は徐々に生活の一部になっていく。だからまずは最小限のことだけを続けるんだ。別におまけで何回かやろうなんて思わなくていい。最小限のことだけを毎日やる。それで OK だ。なるほど。習慣作りにかかる日数は平均66日と言われている。2ヶ月か。ああ、もちろん短い人もいれば長い人もいる。ちなみに習慣はすぐには身につかないが、66日間経って習慣になってしまえば逆にやらないのが気持ち悪くなる。重要なことは最小限のことを66日間毎日続けることだ。なるほど。だからハードルを上げすぎてはいけない。そもそもモチベーションは必要ない。習慣にするためにはモチベーションは無視するんだ。どういうことですか？モチベーションがうまく機能するのはエネルギーが有り余っている時と大きな誘惑がない時だけだ。もし仕事で疲れていたり新作のゲームがどうしてもやりたかったら明日でいいやとか言い出す。それが人間だ。今日モチベーションが高いからって明日も高いわけじゃない。モチベーションはすぐに崩れるから信用できないんだ。なるほど。実際にこの著者も10年間モチベーションを上げる方法に頼って失敗してきたそうだ。じゃあ何を原動力にすればいいんですか？それはわずかな意志の力だ。意志？ああ、これをしようという自分の意志が大事であってモチベーションは必要ない。もちろんないよりはあった方がいいけどな。と言ってもこの意志の力を下げるものも存在する。努力が必要な場合、否定的な感情、疲れ、満腹、困難、この5つがあると意志を貫けないんだ。でも1回の腕立て伏せぐらいだったらどんなに疲れていて満腹でもできるだろう。そもそも1回なら努力も困難も必要ないし。まあそうですね。だから1回だけやるというのは本当にすごい効果があるんだよ。そもそもなぜ私たちがめんどくさがり屋かというと、脳は変化に抵抗するように作られているからだ。くそ、脳め。だからお前が何かをやろうとすると必ず脳は抵抗してくる。リスクがあるからやめろってな。おお、厄介だな。だから筋トレを30分ジムに行ってやるんじゃなくて、脳の抵抗を防ぐためにも家で1回だけやるのがいいんだ。そうやって小さく小さく続けていればスノーボールみたいに勢いがついて、66日後にはやらないと気持ちが悪くなってくるんだ。ちなみに最初の頃は脳にご褒美をあげるといいぞ。ご褒美？はあ、これをすることで何かが得られるということが分かっていないと脳はやる気にならない。だから脳に行動した方が得だと思い込ませる必要がある。脳を調教するのか。ああ、ご褒美はできるだけ分かりやすいご褒美がいい。分かりやすい？例えば1分勉強したら YouTube が見られるとか、散歩したら帰りにコンビニでお菓子を買うことができるとかな。なるほど。そのうち課題をクリアしていくこと自体が楽しくなってきて、脳はやること自体に満足感を得られるようになる。最後には分かりやすいご褒美なしでもその行動を続けられるようになるというわけだ。最後にイングランドの詩人ジョン・ドライデン先生の格言を言おう。はじめは人が習慣を作り、それから習慣が人を作るだ。おお。それでは今日はおしまいだ。リン先生、ありがとうございます。